深草バスストップは、京都市伏見区深草五丹田町にある、名神高速道路京都南インターチェンジ東方の本線上にあるバス停留所である。東停留所は、京都市の南部にあり、京都の玄関口の一つとして機能している場所であり、高速バスの運行会社各社は、京都深草の名称を用いて案内を行っている。また、名神高速道路上に存在するため、 名神高速にある他の停留所と同様に名神深草と呼ばれることもある。京都南 IC から東方約1 5トル地点に存在し、名神ハイウェイバス京都線が停車するほか、大阪発着で東京方面、新越方面、中部方面へ向かう高速バスが一部停車する。深草バスストップに停車するバスのうち、京都市の中心駅である。 京都駅を始終点内し経由地とする路線の場合は、東定流場は、大胸市の南方及び、京阪電鉄沿線から、街頭バスを短時間、低料金で利用するためのアクセス場所として、機能している。一方、大阪駅など、大阪市内を始終点として、名神高速道路を通り、京都駅を経由せず、代わりに、京都深草に停車する、バス路線の場合は、東定流場は、 京都市及びその南部一帯のほか、京阪電鉄沿線や近鉄京都線沿線などから街頭バスを利用するために必然の場所として機能している。藤森駅改札口付近に、掲示の案内図あたり停留所の大阪側階段には、藤森駅の方向を示した案内板があり、藤森駅には、東停留場までの案内図が掲示されている。 名古屋駅から 145.8km、大阪駅から 45.9km、高圏時代の名神ハイウェイバスの乗車券で、京都深草を、名神、深草と表示したエラー券が流通していたこともあった。AB 京都深草のリバ、オリバ、案内図警福バス。ありがとうございます。